どうもトレインです。本日もマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のスイーツキャニオンと、よいしょ。本日はですね、こちらのヨッシーネコクラシカルで遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。このカスタムね、 3DS レインボーロードの世界記録に使われてるカスタムなんですけど、前は違ったのかな。確か前はネコクラシカル使ってなかったと思うんだけど、今はね 3DS レインボーロードの世界記録に使われているカスタムとなっております。まあ、ただね、世界記録に使われてるとは言ってるけど、このカスタムね、結構 VS 性能高いと思ってまして、まあ、なんで、まあ、おそらくまあ VS 使ってもまあいい感じに戦えると思ってますので、本日はねこちら使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。さあ、まあいい感じに距離離れてるから、多分スター入れても裏に、うわ、もうちょっと違うんだよな。あの裏のその青いのがなけりゃかなり強かったんだけど、悩ましいな。これでも使うしかないよね。これ使って、使ってどうすんの。使ってこれ裏にキノさんとか引いてね、えもうサンダー回避せずに勝つみたいなルートじゃないとちょっときついんじゃない。弱すぎる、弱すぎるんだけど。やる気出して、もうちょっとアイテム、もうちょっとやる気出してもらわないと、もう1位取れませんよ。さあどうしようかな。一旦投げておいて、一旦投げて後ろに緑コーラスーっていって、まあ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 、キノコ裏赤さんは結構美味しい。さあしっかりジャンプ出して、これにやれるんじゃね。やれなさそうか、やれなさそうだけど、まあ一旦様子見る。一旦赤さんぶち回して様子見るけど、さあ後ろはね、なんかアイテム、攻撃アイテム持ってる人いなそうだから、まあこれは2位の人やりに行けそうだから、しっかりとやりに行きたいところではあるが、危ない。しっかりと赤コーラを防いでいきます。いや、まあまあまあ、キノコ引いたから最後初とかで、まあギリいけるかなって感じかな。距離的にはちょっと怪しいけどね、正直。まあでも行くしかない。さあジャンプ出して、よぶれー、しっかり防いでてよかった。まずい、それはまずい。おお、よしよし、なんか赤コーラなかった。危ない、しっかりかわして、よしよし、足に。まあちょっとね、キラートゲゾーが、まあかなり積も悪かったから痛かったけどもね、まあそれでも滑り込んだよ。オッケーオッケーオッケー。さあ第2レース目はリボンロード。どうしようかな。2位スタートではあるけども、前出るか打開するかははっきりさせときたいな。よいしょ。さあこれはどうだ、なんか意外と前出れそうか。いやー、出れなさそうか。一旦まだまだ張り付いて良さそうだな。さあどうしようかな。結構みんな前つ、いやーこれ止まりますか。みんな前行ってるから、これは逆に止まった方が良さそうで。ちょ、アルロイージさっきから俺の金めっちゃ取るんだけど。赤コーラ投げていいか。さあ止まって、みんないい感じに前行ってくれてるから、これはキノサンスター OK 出るよね。さあこのままキノサンスター運搬していこうかなと思います。まあ、運搬っていうのはね、こういうね強いアイテムを一気にね上位まで持っていく戦術のことを言います。さあこれアイテム交換しても良かったけど、万が一キノサンスターが出なかった時ちょっとね打開遅れてしまうので、まあ、ここはね安定択として保持をね選択していきます。待って、なんか後ろミラクレイト回してね。あ、全然ミラクレイトじゃなかった。よかった、見間違いで。こんなに見間違いでよかったと思うことはないよ。さあどうしようかな。ショットか、あー、まだしなくていいか。ここでまだショット、いやー、サンダー振るんだ。そこサンダー振るのはちょっと効いてなくて、いや多分スター出ないよね。そうだよね、スター出ず。いやーちょっと早いな、多分あれだろうな、下がりすぎてる人が一人いるから、その人が引いたんだろうな。とりあえず危ないからしっかりと投げ込んでおきながら、よいしょ、シングル、いやーどっち取るんだいって話なんだけど。さあパツくん危ないからしっかりと食べられないようにしながら、よいしょ、ショートカットしていきます。いやーちょっと1位遠いな。今のサンダー回避できなかったら普通にいてんだよな。さあ赤コーラ引いた、引いたのはいいんだけど、うーん、これね投げたところでね1位のね有利になっちゃうから、あんまり攻撃しない方が いやー、ぶねー、助かった。あー、2位やられてる、2位おやられになっておりまして、さああの緑コーラ非常に怖いところではあるんだけども、さすがにここでビビっていては始まらないからね。さあしっかりと、え、俺かよ、それはダメ。やめろ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 、危ない、当たらずに済んだけど、やめろやめろやめろ、危ない危ない危ない、なんか奇跡的にかわせて、なんか3位。ちょっと待って、四方八方からファイヤーボール飛んできすぎでしょ。多分最後のもうね、2位が投げた人のやつじゃなかった気するからね。セーフ。さあ3レース目はバンコクラッシュ。このコースに限ってはさすがに前行けないときついから、しっかり前張っていきたいところではある。さあまずはミニターボためて、おお、アイテム取れてる。オッケーオッケー、気合で気合で押し込む。オッケーオッケー。さあこれ1位出れてるでしょ。さあしっかりと
ジャンプアクションを出しながら、オッケーオッケーオッケー、これ熱いんじゃないですか、これ熱いでしょ、これ熱いでしょ。一旦後ろ捨てる、一旦後ろ捨てておいて、オッケーオッケー、コインをしっかりね回収していきます。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりとね10枚まで集めていくことが大事になってきます。さあ赤甲羅投げられてるからしっかり防ぐんだけど、しっかり防ぐんだけど、赤にだけは本当におやめいただきたい。あー大丈夫そうだね。ただね、ねメキシコ人だからちょっと危ないんだよなさっきから人のコイン横取りしてきたり、赤甲羅ポイポイ投げてきたりしてるから、ちょっとあれはしばいておきたさあるんだけど、距離的にちょっとしばけないんだよなあまりにも緑甲羅が通りそうなラインしてないから、一旦これはまあ様子見で走っていった方がいい気がするな。さあしっかりジャンプアクション出して、よいしょ、ダッシュボード乗っていきます。これ赤消しして、しておきたい。うまい、しっかりと赤消し決めて、なんかちょっとやらしそうなところにバナナを設置しておきます。当たってはないだろうけど、まあ、やらしいはずだから通りにくいはずなんだよな。てかめっちゃ2位離れてねめちゃめちゃ2位離れてね今気づいたけど超絶離れてね。さあ時と飛んできた、これはまあ一旦アイテム交換して、まあクラクションはまあ出ないけど、いやこれダブル緑ね熱いです、このダブル緑熱いです。さあこれでしっかりとトゲゾを食らいながら、でもピョンピョン、いいよいいよ、勝手に前進んでくれるけど大丈夫、落ち着け、落ち着けばなんとかなる。オッケーオッケー、落ち着いてる、冷静沈着でいいよ。トゲゾを食らってもこんだけ差離れてるし、ボロナ引いちゃったらもうさすがにねえ、これは止められないですよね。よしよーし、1位オッケー圧倒的すぎたなこの逃げ切りマジで圧倒すぎたね。よしさあ4レース目はカラカラ砂漠、ここはもう完全に打開コースなので、しっかり下がってね行こうと思います。よいしょ、さあどうしようかな、まずアイテム取って、まあなんやかんややっていきますか。ちょさっきからメキシコ人にめちゃめちゃちょっかいかけられてる気するから、ちょっとしばいておきたさある。さあこの赤甲羅をどうやつにぶつけようから、いる、うら、よし、やってる、これやってないな、やってるな、やってるわ、オッケーよし、さあこれで一旦攻撃かましておきながら、まあ2個目のアイテムでキノサンスターあたりを一旦取っておきたいな。さあしっかり止まって、よし、相手を回していくんだけども、おお、きょ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 、投げます投げます投げます、お投げますよ、お自分投げますよ、ポイ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 しておきまして、やばい、ちょっと待って、調子乗ってたらめちゃめちゃ離れちゃった、めっちゃ離れちゃったけどこっからでもなんとかなるのがこのコースなんで、まだ安心できるな。さあしっかりと、よし、暴れながら一旦スターを入れておきます。さあ何出るかな、おお、スターサンダー引いちゃうかこれ、うん、まあいいか、適当に打つか。まあこんなところでね、一本目持っててもね、何も始まらないんでね。一発かましてから、まあ二発目のサンダー回避も考えていきますか。さあ、アイテム回して、OK、スターいいよ。さあ、こっからよ。なんだよ、これマジで何これもう、もうお前、バックふざけんなよ。もう使うしかないじゃん、こんなのもう。どうすんのこれもう。こんな持ってってもしゃあないから使うしかないんですよ。見たことねえよ、こんな立ち回りも。はいはいはい。はいはいはい、まだいけます。まだいけます。このハイパイだったら、まあ、ギリ戦えるわ。マジでギリギリだけどね。本当にギリ戦えるぐらいだけど、よいしょ。さあ、ちょっとジャンプアクションこそ出てないけども、一旦回す。一旦回しておいて、この裏に、いや、まあ、木野さんは悪くないな。悪くないが、1位2位がもう相当離れちゃってるから、これやばいね。これ正直勝つなら、サンダー回避絡めないと正直きつそう。終わったー終わったー、それはあかん。ダメ、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 落ち着け。落ち着いてアイテム交換。落ち着いてアイテム、強すぎ。これは強すぎるなんですよ。サンダー回避。ワンチャンサンダー回避。ワンチャンサンダー回避。マジでワンチャンサンダー回避。一旦ここキラー入れておかないとショットができなさそうなので入れるんだけど、どう？よっけっけ、キノさん出た。まあ悪くはない。さあしっかりとショートかぶちかまして、いやまあなんとか、まあなんとか、いやー4人は滑り込んだいやーまあまあ苦しい割にはなんとかなってるかなマジでハイパイがバグりすぎないよさっきから当たらないように、よいしょ、いやーいい感じだったけど、なんかめっちゃ強い回避いるんだけど、もうなんか4位ぐらいで回避して2位に上がってる人いるんですけど、もうそれはダメだって、あたたたた、もうダメ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 、さ、わお、バーカあっていうね夢を見ました。いやーまあ夢でよかったわ本当に。よいしょ、次のコースはエキサイトバイク。夢では負けるけど、まあ、リアルで勝つのはこの男なのでよろしくお願いいたします。さあ赤甲羅引いたけど、
赤甲羅引いたけどどうしようかな。別になんか投げる必要もないし、いや止まってもいいかもしれないな。もうしょっぱな止まってしっかり打開するで良さそうな気するな。一旦赤甲羅捨てておきますか。さあしっかりとアイテムを回して、さあミドさんいらないからしっかりと捨てつつ、さあ木野さんスター悪くないね。こっからコインをちまちま集めて上がっていきたいところではあるんだけども、ちょっとコインが全然余ってないんだよな。さあしっかりと余ってるコインを集めておきながら、まあこれは回せそうだね。いいアイテム出るんじゃない。まあまあ悪くはないな。裏のスターがいい味出してるんだよな。一旦これを初等化でキノコ入って、うわやば、それはちょっとやばいね。それちょっと話が、待って、トゲゾウは大丈夫、大丈夫で、さあその赤コーラちゃっちゃと捨ててほしさあるんだけど、センキューセンキューしていきながら、さあコインちまちま、ちょっと待って集めていきたいんだけど、待って、やばい、やばいのがいる、やばいのがいる、近くにやばいのがいる、まずい。あのミラクレイトにちょっかいかけられたら結構終わりなんだけど、まあぼちぼち投げてくると思うから危ない。しっかりと防いで、いやーまあミドさん機の位置悪くないぞこれ。いやむしろ強い、むしろ強いまであります。これよりよりより切る。オッケー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 、よしよしよし、圧力でしっかりと1位に踊りで散らかして、まあ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 、まあ、これ取られるのは計算のうち。さあしっかりとジャンプアクション出して、待って、その緑コーラ危ないから一旦ショート化、一旦ショート化する。いやーこれキノコだったらな、強かったんだけども、まあそんなこと言っても仕方ないから、まあここいらで耐えていきたい。いやーが2位がキノコ持ってるんだよな、3位もキノコだから、まああやつらショート化してくるだろうな。ちょっとあれは止めれなさそうだから、まあ一旦ここは3位あたりを確実に取っておきたい。なんかやり合い、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 よし、請求、やめろよ、やめろよ、危ない危ない危ない、セーフに危ねえ危ねえ、俺も巻き込まれそうになったけど、まあなんとかなんとか耐えれたわ。よし、さあ6レース目はドルフィン岬。まあこれはどうしようかな、前行ってもいいけど、まあ前行けなかった時はしっかりね打開ぶちかましていければなといったところ。さあなんか1位やられてった。さあどうしようかな、これはスーパーミニターボ貯めていけそうかな。さあしっかりとスーパーミニターボ貯めながら、いやこれはちょっと前へ走る展開になりそうかな。さあコインしっかり集めて、オッケー悪くないよ。さあ危ない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 、危なすぎ。さあこれ1位がワンチャンダブル取りに来るかもしれないので、しっかりとね左で交換しておきます。ちょっと待って、イニシエのカスタムなんですけど、イニシエのカスタムをしっかりと抜き去り散らかしていきまして、さあ2位の人なんかラインめっちゃ合わせてるけど、そうだよね、さすがに何も思ってないよね。さあどうしようかな、まあ1位出たのはいいんだけど、みんな詰まってるんだよな。こういう詰まってる時の展開あんまり望ましくないから、そうね、なんとかしてクラクションなりなんなり引いておきたさ、まああるっちゃあるんですけども、よいしょ、さあジャンプ出して、さすがにコイン一旦ここはウルトラミニターボを貯めて最速でね走り散らかしていきます。まあ2位の人がもう赤コーラ持ってて、なんだろう、防御削れるのは確定なので最速でね走っていきます。さあしっかりとジャンプアクションを出して、よいしょ、オッケーオッケー、悪くはない。ちょっと待って、なんか1位と2位離れすぎなんですけど、こんなんね生かされて終わりなんだけど一旦相手回しておいて、あっはい来た、はい来た、はい来た、なんだよね北九州なんですよねさあしっかりとクラクション消しておきながら、はいはい、2位の人まだ赤コーラ持ってるが、おー、そのサンダーはどうなの。サンダー回避キラーで結構注意ぐらいにワンサカワンサカ回避していらっしゃいますが、一旦もう譲るしかないですね。いけいけ、やり合いやり合い、マジでやり合い、マジでやり合い、前にでやり合い、本当にやり合ってくれ。ワンチャン俺がね、キノさん引いたら1位まで伸びるけど、いやー、わからん、引けるかどうかがまずかかってる。いやー、まあどうなんだ、これは。これはどうなのって話なのよ。だって、いいよ、いいよ、やり合ってる。熱い、熱い、熱いです、熱いです。これ特攻、特攻、オッケーオッケーオッケー、素晴らしい。素晴らしい特攻で、よっしゃ、しっかりとミニターボも貯めておきながら、一旦捨てる。一旦捨てて確実に防御固めに行く。いいよー、先生、オッケー、いやー、これは嬉しい、これは嬉しいな、いい感じに勝てたよこれ、いやはい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね少しでもいいな、面白いなと思ったらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。